香川県総合運動公園香川県営野球場香川県営野球場香川県営野球場は香川県高松市西島町の香川県総合運動公園内にある野球場愛称リクザムスタジアム独立リーグ四国アイランドリーグプラスの香川オリーブガイナーズが本拠地として使用している管理運営は2013年4月より指定管理者生島 スポーツチャレンジ共同体が行っている。現愛称のレクザムスタジアムは、命名権売却によるもので、2010年5月1日から使用している。かつて、香川県では、高松市中心部にあった高松市立中央球場を、県下のメインの野球場として使用してきた。しかし、老朽化した上、敷地が強硬なため改築、拡張が行えないなど問題が生じたことから、 県では1970年代から県営野球場の建設を検討してきた。1978年11月16日、県が設けた諮問機関県営野球場問題協議会は市内西島町の園田跡地に公式野球場、軟式野球場をはじめ球技場、テニスコートなどを有する総合運動公園を整備するよう申。その後整備事業が進められ、 このうち県営野球場は1982年7月17日に開場した。オープニングゲームは高校野球香川県大会開幕戦。なお、中央球場はこれに先立ち同年4月に閉場し、撤去された。西武ライオンズ球場や静岡草薙球場をモデルにして設計されたと言われている。会場以来、高校野球、大学野球、社会人野球など、 アマチュア野球公式戦が行われているほか、プロ野球公式戦も、日本ハムの創業者、大こそ義則が、香川県出身である関係で、日本ハムファイターズの公式戦が開催されていたが、ファイターズの北海道移転により、北海道外での公式戦は、旧本拠地の東京ドーム以外一切行わない、方針となったため、それ以後は、オープン戦を数試合行うのみで公式戦が、 行われたことはない。運動公園内にはメインの県営野球場とサブの第二野球場の二つがある。このうち県営野球場は1993年の国民体育大会開催に合わせ、同年スコアボードをパネル式から次期反転式に改修し、照明設備を増設。これにより、四国4県で初めてプロ野球のナイター開催が可能な野球場となった。 2000年、岡山県の岡山県倉敷スポーツ、公園野球場や愛媛県の松山中央、公園野球場など、近隣県の野球場が愛称を付与しているのに習う、形で、県も、県営野球場に愛称を付与することとなり、県内の小戸島が、オリーブの生産地であるのにちなんで、オリーブスタジアムと命名された。独立リーグの四国アイランドリーグプラスのうち、 香川県をホームとする香川オリーブガイナーズがリーグが発足した2005年より本拠地として使用している。ガイナーズでは、当野球場でホームゲームを開催する際には、ガイナーズボールパークと名打ち、場内にフードコートや各種イベントブースを開設して、ファンサービスを図っている。命名権の売却により、2007年5月1日から愛称をサーパススタジアムに、 解消、さらに2010年5月1日からは、レクザムスタジアムに解消した。会場以来、常設の広告は長らく設置されていなかったが、2013年度より設置された。スタジアム内館第二野球場を2007年、香川県は、財政再建策の一環として、オリーブスタジアムの施設命名権売却を決定した。オリーブスタジアムに代わる愛称として、県内に、 事業所を置く企業を対象に契約期間3年以上、年間1000万円の条件で2月20日から1ヶ月間募集を行った結果、3社から問い合わせがあり、このうち高松市に本社を置くマンション建設、販売大手の穴吹公務店1社のみが正式に応募した。県教育委員会が内容を審査した上で交渉を行った結果、同社と前日の条件で契約に合意。 契約期間は同年5月1日から3年間とし、期間中の愛称は同社のマンションのブランド名、サーパスにちなむサーパススタジアムと決まり、同日より愛称を解消した。なお、正式名称である香川県営野球場は契約期間中も引き続き使用している。しかし、穴吹工務店は2009年11月24日、会社構成法の適用を受けて、 経営破綻した。同社の命名権は2010年4月30日をもって契約満了となり、時期契約の優先交渉権を保有していたが、2009年末になって同社側から会社構成手続き中で余力がないなどを理由に契約を更新しない旨が県側に伝えられた。これを受け、県は東野球場の命名権自体は継続する方針を確認し、 1> 翌1月18日から1ヶ月間にわたって新たな命名権の売却先を募った結果、大阪府大阪市に本社を置く電子機器メーカーのレクザム1社のみが正式に応募した。県教委が内容を審査した上で、交渉の結果、同社と契約期間3年、年間1000万円の条件で契約に合意し、2月24日に正式発表した。レクザムは、 香川県内に製造拠点を保有しており、契約条件を充足している。また1月には、創業50周年を機に、高吉産業から称号を解消したばかりで、レクサムのブランド名で、スキーブーツの製造を行うなどスポーツにも造形がある。レクザム側は、取得について、新社名を広く知ってもらうとともに、スポーツや文化を通じて、地域貢献したいと意向をコメントした。 これにより、愛称は2010年5月1日から社名にちなんだ、レクザムスタジアムに解消された。2010年締結の契約が満了となる2013年5月以降に、ついて、香川県の歳末秀正教育長は、レクザムと更新の方向で、ゴ泉と2012年12月の県議会で、答弁した。AAB レクザム球場内に広告上設、県教委。 来年度から、四国新聞2012年12月6日高松、レクザムスタジアム、初のフェンス広告募集朝日新聞デジタル2013年2月7日、県営野球場米名券、穴吹公務店は契約更新せず、四国新聞2009年12月29日、高松駅、オリーブスタジアム間にシャトルバス香川 OG。四国新聞、 https://www.shikoku-np.co.jp/sports/iblj/2006-4010001152019 年5月24日閲覧。AB ホームゲーム開催日程における、シャトルバスの運行について香川オリーブガイナーズ、四国アイランドリーグプラス香川、 オリーブガイナーズシャトルバスことでんバス。ありがとうございます。